ペジマン・モンタゼリは、イランアフバーズ出身のサッカー選手。アル・ホライティアット SC 所属。ポジションはディフェンダー。2004から05シーズンにペルシアン・ガルフプロリーグを制した、フーラード FC で、高い才能を評価され、AFC チャンピオンズリーグ2006のグループリーグでもプレーした。フーラード FC が2部に降格したため、エステグラル FC に移籍した。移籍後にシーズン。 レギュラーでプレーし、ペルシアン・アルフ・プロリーグとハズフィーカップでの優勝に貢献した。その後、2013年まで契約を延長した。2012から13シーズンにはリーグ優勝し、AFC チャンピオンズリーグ2013ではベスト4に進出した。2014年1月5日、カタール・スターズリーグのウム・サラル SC に移籍。自身初の国外移籍となる。 2015年5月31日、アル・アハリ・ジッタと2年契約を結んだ。2017年6月14日、契約満了に伴いエステグラル FC に復帰した。2006年、U-23 イラン代表として、アジア大会2006に出場した。2011年10月5日、パレスチナ戦で、フル代表デビューした。2014FIFA ワールドカップ予選。 AFC アジアカップ2015予選、西アジアサッカー選手権2012に出場した。2014年6月1日、2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。グループリーグ全試合にフル出場したが、チームは敗退した。AFC アジアカップ2015では、怪我により出場できなかった。2018FIFA ワールドカップの本大会メンバーに選出された。 AFC チャンピオンズリーグ2013でのモンタゼリ、ありがとうございます。